それで練習したら左右できるようになると思います。Basically, open the between the third or fourth fingers. But if you cannot do it, the second and the third finger open. It's also right. それで、トリガー両腕をついて、ついた手を引き出されて、手を離しに行く動作は。斜め打ちの時にですね、トリガー、やった動作と同じですよね。左足を踏み出して手首を切り離しに行く、それからトリガー最後に、両腕突きをしていった手を引き出される、それを切り離しに行くというのも斜め打ちでやった動きと同じような動きをするわけですね。ですから今までやった動作をただ両側を突くという動作、それと押し離すというのも、切り下ろしや打ち下ろしで肘を押して押し離すというのをやってますから、そういった動きを両側突きという形の中に含めて、練習します。 Just like a releasing a grip on the wrist is the same manner as a 斜め打ち and the other movements also like you already have learned.最後の腰技は片手取りや帯取りと同じ左の浮き腰ですから、これも今まで練習した技です。So in the end of the form, just like 帯取り and the 片手取り、just like form of the 大腰。Because they are demonstrating that all the technique in